スリープフリークス講師の山本です今回は iLock のアカウント作成方法についてご紹介します iLock はどういうものかをまずはご説明させていただきます DAW で使用するソフトはそのソフトの正式な所有者であることの認証作業を行わなければ使用できなくなっていることが多いですこの認証のことをオーソライズと言いますが ソフトの不正利用や違法コピー防止のためにオーソライズが必要になっています。iLock はこのオーソライズを行う際に使用するハードウェアでソフトの所有者であることのライセンス情報を管理します。形状は小型で USB メモリに似ています。使用の際はコンピューターの USB ポートに接続して使用します。コンピューターにソフトのライセンスが保管された iLock が接続されていれば ソフトが使用できるといった仕組みになっています。小型で持ち運びもしやすいので iLock を持ち運べば普段とは違うコンピューター環境でもソフトを使用して音楽制作が可能といったメリットがあります iLock を使用するには iLock アカウントを作成しておく必要があります。では実際にアカウント作成の流れをご説明していきます。まずは ilock.com のホームページを開きましょう。 iLock のアカウント作成はこちらの Create Free Account をクリックして進めます。ユーザー情報の入力を求められます。こちらに一つずつ入力していきましょう。注意点としてこちらのサイトでは入力項目はすべて半角英数字で入力することになっています。それではまずユーザー ID から入力していきましょう。続いて FirstName と LastName。 名前と名字を入力していきます。続いてカンパニー、会社名となっていますけれどもオプショナルとなっておりますのでこちらは入力してもしなくても構いません続いて E メールアドレスを入力していきます確認のため再度 E メールアドレスを入力しますアカウントのパスワードを入力しますこちらは8文字から32文字の間で設定しますパスワードも確認のために再度入力します これより下の部分はパスワードを忘れてしまった際に使用する項目になっています。誕生日の入力と秘密の質問、そしてその秘密の質問に対する答えとなっています。誕生日はまず月を選んで日付を設定します。秘密の質問の欄はクリックするといくつか表示されています。どのような質問になっているかと言いますと一番上。 子供の頃のニックネームは何でしたかという質問ですね。セキュリティアンサーのところにその回答を入力します。続いて、プライバシーへの同意のチェック項目があります。iLock のアップデートの情報やソフトウェアベンダーからのコンタクトを受け取りたい場合にはチェックを入れたままにしておきましょう。はい。そして一番下は規約への同意となっています。チェックを入れることで同意となります。 ここまで全ての項目への入力が済んでいることを確認してクリエイトアカウントをクリックすると上記 e メールアドレスの欄に記入したアドレスに i l o c からメールが送信されてきますそのメール本文のリンクをクリックすることで i l o c アカウント作成完了となりますのでメールアドレスに送られてきているメールも確認してみてくださいそれではここまでご視聴いただきありがとうございましたスリープフリークスでは より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。